ゲートイン。係が離れます。スタートしました。さあ、正面スタンド前です。促して名称祭りがまず前の位置。 内から1番のライフセービングが2番手かさらに外からすっと息足ついたか10番グディンナ3番手から2番手2番手から一気に前に並びかけていきます連れて11番のモランゴポジションを上げて後方からはビリーブサンライズに9番クルミナーレと固まって最内に3番のケイサン・ノーブル8番のソウル・プラウドが後位の一角さあ各馬これから1コーナーカーブしていきます外にはワーキングアセット1コーナーから2コーナーです先手を奪ったのは10番のグディンナ さあグディンナが逃げる展開リードは3バシンです2番手には11番のモランゴつけています3番手の位置外首を除かして10番の さあ外を首をのぞかしているのはこれが9番のクルミナーレという体勢ですうちはゼッケン6番のメイシュ・メッテリが追走しております後方から1番のライフセービングあとはゼッケン8番をつけましたソウル・プラウド後方から5番のビリーブサンライズが追走してあとは2番のジャスティン・ダイスその後方には3番のケイサン・ノーブル追走であとは4番のステラ・クラウンが追走ですその後は大きく開きました7番のリリー・ピンシャーが続いております各馬これから3コーナーカーブしていきます10番のグディンナ先頭ですリードは3 2番芯から今2番芯となって残り800を通過2番手の1モランゴワーキングアセット差がなく並んでいます前に詰めていきます4番手にいるのが9番のクルミナーレ 現在4番手から前に詰めようとしていますさらに後方から1番のライフセービングは追走34コーナー中間ですそのあとですが外からスーッと8番のソウルプラウドもポジションを上げ始めましたさらに後方にいたさ2番のジャスティン・ダイスジャスティン・ダイスが一気に好位に取りつこうという構えさらに連れて上がってきたステラ・クラウン直線構成と向かってまいりました今度は外からワーキング・アセットが先頭に立っていくか内からは10番のグディンナワーキング・アセットグディンナ間を突いた1番ライフセービングそして外をつきましてはクルミのーれ。 さあ激戦になった、そして内に持ち込んで2番のジャスティン・ダイスが前に迫ってくる、前の争いですが、接戦になりそうだが、4番のステラ・クラウンが抜けた、ステラ・クラウンが抜けた、1馬身のリード、2、3番手争い、接戦合臨。